か63キロ60キロぐらいを走るのに1時間かかるって大きいなって思って、あとはまあ入り口がねあ、右か、ナビでは右っぽく書いてんですけど標識では左っぽく書いてんで、どうかなと思ったんですけど、今ちょっとナビでさっき見てきたんですけど、どうも右に曲がって高速乗るような感じですね。ちょっと全部まで高速乗ろうとは思わないんですが、ちょっと名古屋抜けていくぐらいまでは高速で名古屋はパスしましょう。多分混むんで、もう少しで高速ですね。はい、あと 1.4 キロで出てます。でこの前のねトラックがね結構右カツカツで走ってんで、まあまあここまで来るとちょっと車線狭いんで、ここはねいやまあプロなのかなっていう感じもしますね。もう結構ねさっき縁石ぶち当たるんじゃないのかなっていうぐらい右にうねってる道でね、なかなかな感じだったので、まあただフラフラはしてないんでね、ブレーキランプもね2つなんかテカ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 ってなってますね。あ、そうだ、やっぱりねこの大型のトラック、このトラックはどうか分かんないですけど、右側にねあれは船団って書いていいのかな、ちょっと達筆なんで私は見ないんですけど、結構船に例えてる、電車も貼ってる人多いですよね。まあ荷物運んでるっていうので昔の大航海時代みたいな感じなのかな、ね、そういう感じのなんとか船団とかいうのを書かれてるトラック野郎なんかって言ったらいいのかな、ね、昔はね本当流行ってましたね、私も見てましたよトラック野郎ね、菅原文太さんと相川欽也さんのね、もう内容全然覚えてませんけど、まあ、大抵ヒロインっていうかね、ヒロインでいいかな、べっぴんさんが出てきて下心って言えないんですけど、傍聴というかね情にこだされて、あ、みんなね、はい、入りましょう。で、そんな感じで、ね、で、最終的には振られちゃうんですよね振られちゃうというか、思い込みすぎて、もう彼氏いるんですよね、大体最後のオチがで、またがっくりして次のところに行くっていうのが定番でしたよね。で、その、最後高速とかのね結構流れのいい道を走ってるところを空から引いて終わるみたいな、そんなんでしたよね。そうそう、腹巻きを巻いてるんですよね。これかな、あ、これだね。さあ川口入っていきましょう。いやこの車の登録したら金額出るっていいですよね。金額出るのは本当に助かりますね。1800円は高い気がするね。だって大阪から姫路行っても1000、まあ姫路というか加古川バイパスの入口まで行っても1500円ぐらいで済みますから、それ考えたら1800円はすごい高い気がするので、名古屋パスしたらもう降りようと思います。 ETC 入ってんね。まさかね高速乗るとは思いませんでした。